始まりました、神田川劇場。はい、どうも。本日はですね、久々に3人が集っております。うわ、思い出の場所ですね。こちらはですね、私たちが出会った場所でございますね。動画慣れすぎる。わたわた喋れてないわ。アビちゃんです。ほいちゃんです。たまちゃんです。3人合わせてよろしくお願いします。かーばーい。下に下に。本日はですね、なんとコリちゃんがすっごい婚約しました。ありがとうございます。おめでとうのお祝いの会でございますので、嬉しい。私も人妻になるんですね。どんな感じでしたか、プロポーズは。でもね、もしかしたら今日来るかもなっていうのはなんとなく分かってた上でなんですけれども、いや、だいぶ分かってました。あの京都に行きましてですね、京都のなんかちょっと星野屋にですね、泊まりたかったんですよ。いいな、いいね、すごいね。星野屋京都にどうしてもちょっと泊まりたいなと思ってて、それを誕生日に泊まりたいぜって言って、あ、じゃあ行こう行こうみたいな感じで、ご飯も美味しくて結構楽しいんで、すごいからぜひ一度行ってみて。すごかった、すごい楽しかった。いつかね。40歳ぐらいになった時に行くのが一番いいかもしれないなっていう施設だった。ちょっと落ち着いてたから。なるほど、大人な感じ、大人な感じで。そうで、私夜に船乗りたいなみたいなことを言ってたの。嵐山から星野屋に行くまでの船があって、それちょっと夜乗りたいなみたいなこと言ってたんだけど、どうせ夜なんてないだろうなと思ってたんだけど、ちょっと船用意してあるって船ってなって、来るかもって思うじゃん。だからその時なんか変な部屋着みたいなの着てたのに、ちょっといい感じのワンピースを着てるっていう。本当ね、そう、写真撮るし、ね、そうそう撮るかなと思って、それワンピースにわざと着替えて、まあ船行ったんだけど、なんか2人用の席みたいなのになってて、キャンドルライトみたいな感じの明かりで音楽流れてて、あ、もうここじゃんロマンチックみたいな感じで、ちょっとドキドキしたな、乗るじゃん、乗って、そしたらなんかこうゆっくり走らせてくれるんだけど、その日すごい晴れてたから星がすごい綺麗だったんですよ。なんかちょっと外出ようかみたいな、中じゃなくて、中に席があるんだけど、まあ外出て星見てて、なんかこう今までのこととか喋るじゃん。来るかな来るかなと思ってるのに来ねえのよ。うん、来ないんだ。来なかった。そう、ね、そう、なんか話頭に入ってこなかった。そう、入ってこなくなって、なんかいや感謝してることがあってみたいなこといろいろなんか言われたから、うん、この流れかなと思ったんだけど、うん、なくて、うん、私待ってるよみたいなことすごいちょっと遠回しに待ってるよみたいなこと言ってさ誘導ね、少しでもね。そう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 、そしたら言いやすいようにね、なんかうん、まあいずれねみたいなこと言われたから、今日ないんだと思うの、そこで今日だと思ってたのに、うん、この絶好のタイミングでないんだと思って、うん、ちょっとしょぼーんってして、星綺麗なんだけど、なんかこういろいろなものをこうさ、遠くを見ながらないんだなーって思いながら、まあ、1時間ぐらいかな、とりあえず船に揺られて。そんな長いんだ。めっちゃ長いね。で、着いちゃったの、またホテルに着いちゃったから、 ありがとうございましたみたいな感じで、もうそのまま終わりだと思うじゃん。じゃなんかさ、彼がちょっと歩くの早くなったの、部屋かと思って読めてるな、だいぶ。そう、なんでこんな早歩きで前歩いていくんだろうみたいな、あ、部屋かもしれないと思って、近づけば近づくとほど早くなっていくから、あ、多分そうだなって思って、部屋着いたらなんかシャンパンとケーキと置いてあって、バナナの花束持って一緒愛してますみたいな。え、もう一回言います。もう一回、もう一回、バナナハートも持って持って、なんか一生愛します、愛してますみたいな、なんかついてきてください、結婚してください、染みてるし、今自分だと思って想像して、その場に自分がシチュエーションでこう受け止めた。そうです、すごいさ可愛いなと思ったのがさ、花束でさ一回プロポーズしてるじゃん。なんかもう私も号泣で、うん、ありがとうございますみたいな、なんかもうお願いしますって言った後に、なんか彼は多分これパカでやりたかった、うん、でなんてもう一回テイク2が始まるのよろしくお願いしますって言って、なんかちょっとそれは納品みたいになっちゃった。おめでとうございます。ありがとうございます。ちゃんとなんか指輪は私が欲しいなって言ってたやつで、素敵。ギンギラギンのギラギラギンよ。本当よ。グラフってあんま知らないけど、うん、私結構そこの石がすごいいいって聞くから好きで。ああ、お高いんでしょ。お高いんでしょ。そんなことないですよ。ハリウィンストンほどじゃないね。ありがとう。じゃあそんなコリちゃんに私とアビちゃんから。イエイ。はい。
はい、おめでとうございます。何、おめでとうございます。すごい、両端からすごい来るじゃん。開けて、これもじゃあ、いいじゃん、いいよ、いいよ、私がプレゼントできる。ちょっとね、甘い髪割れちゃったかな。なんだろうかな。遊ばれてるよ。何これ。ね、なんか霧の箱に入ってんだけど。何とか言ってねえ、LINE で報告してる。ねえ、センスは多分。あー、なるほどね。見て見て、見えるかなこれ。遠い、見える、見える。もうちょっと。なになになに、夫婦、夫婦、あ、夫婦です、夫婦。あ、グラス、グラス、ちげえ、茶碗だ。茶碗、茶碗だ。超かわいい。私なくて。ないの。そう、あの今彼とご飯食べる時もなんか謎のなんかマグカップの大きいやつみたいなのにご飯入れてるの。かわいい、かわいい。なんかさ、ジャマンって今100均でも売ってるからさ、売ってるよね。そうなんだけど、人からもらえばね。そうね、大事ですよね、うん、いっぱいご飯食べダメか。ダメです、なきゃいけない、ね、決めるの決めて。ありがとう、ありがとう。全然、おめでとうございます。ありがとうございます。私もね、ここでマグカップいただいたからね、うん、あ、そう、そうです。そうだ、そうだ、そうだ、アビちゃんの結婚祝いの時ももう3年ですか。あ、3年、今4年目。それもここでやったよね。そう、ここで。そうだよね。ママになってもう何年ですか。1年半です。1年半ですね。やばい。いやー、もうアビちゃんは日々頑張ってますので、おおお、私からの。マジ彼氏だけど。女だから。全然、でもこれはあのお子様がいて旦那さんもお仕事が忙しい人はこういうのあると多分あの楽かなって思って。え、何何何？あのまあ四次元ポケット。いっぱい入ってるの。全然全然全然あの開けていいの？全然いい。あのてかもうそれ本当にあのね。何何何、あ、ね、待って、これ私知ってるかもしれない。藤山モナカ、モナカに見せたお茶漬けなの。え、う、ぇ、ん、あの旦那さんが、ちょっといい、そう、あの小腹が空いた時とかにね。いいよ、ダメダメって言ったじゃん。これうまくしまえないで、ね、そうだ、さっきからちょっとしまえなくてごめんね。ありがとうね。嬉しい、モニカさん。え、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、ね、なんかあの自分自身もさ、もう育児しながらね、サクッと食べれるもの、嬉しい、え、かわいい、かわいい、え、これさ、お茶をかけるとよ、そうなんです、中のものがよ、そうなんです、出てくる、え、カヌレみたいじゃない、なんか本当だ、本当だ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。独占からのプレゼント、ありがとうございます。次、私から、え、ハワイのお土産、お土産、あ、ハワイで、あ、まあ、待って、別で、はい、ピッ、こっちがゆうこで、これみ、こっちがあなた、あなた、ビッグシーだ。開けてください。開けていいの。私は全然見せてもいいけど、イメージ、イメージ、え、これもしかして待って、まずクッキーから、え、やばいやばい、定番ね、なるほどね、ハワイといえばね、ホノルルクッキー、大好き、大好き、コーカロリー大好き、出していいの。なるほどね、コリのイメージね。え、私このイメージ、え、やばい、待って、私のイメージちょっとジーミーじゃない？え、エロいじゃん。あ、ヒモパンと、うん、よく履いてる。じゃねよ。お土産でーす。ありがとうございます。可愛い。地味だった？うん、全然、あのすっげー地味だけど、すっげーグルーに見えて、肉体で勝負のところ下の来てから。あ、待って、何？値段がマジで可愛いわ。入ってください。今入ってきた。違う。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、もう一個ね、うん、あるんですけど、このニュー好き。え、待って待って、あと、このニュー好きだな、持って帰るかな。うん。どういうこと。そこに出すの。これさ、あれでしょ、ビクシーのさ、あ、うん、店舗の匂い、好き好き、私好き。でも、決まりかけて、持って持って、いい、あげる、あなたも、けない、いいよ、旦那のミルトで。いや、本当にね、結婚しちゃった、まだだった、婚約中しちゃった、婚約中ですね。あんま変わんないかも。変わんないけど、うん、大事に思ってくれてる人がいるっていいねって思った。そうよ、強くなるわ。なんか一人で生きてく、
って思ってたけど、支え合いじゃないけど、なんか誰かしらいるっていいなと思って。なんだい、なんだい、誰かしらいるって素晴らしいね。え、なんか結婚しなくたって多分いいんだけど、生きていけるんだけど。まあそりゃそうだ。そうそうそう。でもなんかいるっていいなと思う。うん。多分二人ともスピード婚じゃスピード婚じゃないですか。かも。どうなってるんですか。実現しない。でも勢い大事よ。てか亜美ちゃんの時のさプロポーズも聞きたい。いいよいいよいいよ。フリーズする前に止まったんだけど空気が。いいよ。なんで。だってもう昔話忘れてきちゃった。指輪の話いいよ。私付き合って1年以内に婚約しました、付き合った時に500円玉貯金を始めました、でこれで来年のゴールデンウィーク旅行行こうねみたいなのを言っていたんだけど、その前にプロポーズがあったから、それで指輪を買った、あーいいそれ。そっか、素敵。あっちゃんとこも1年以内か。そう、そっか、そうだよ、だから2人ともあれでしょ、やばい、スピーディーかつ繊細な動きで、スピーディーかつ繊細な動きのポイントは何ビビッときた、ビビッときた。多分ね、タイプが違う、全然違うよね。違う、出会いも違うしさ、違うね。亜美ちゃんはもともと友達でしょ。友達、知り合いレベル。あ、そうなんだ、仲良くはなかったんだ。コリちゃんは、え、私は会社の同僚からなんか飲んでたら突然私みたいな、コリさんに会う人知ってますって言って、なんか全然紹介してって言ってなかったんだけど、その子が急にセッティングしてくれたの。キューピッドやん。その子すごいのだから。本当だね。本当だね。絶対会うと思います。感謝だね。そう、超感謝、ありがとう。ありで、なんか会って2回目でもうやったっていうか、告白してくれた。勢い大事だよね。うん、本当に大事。でも亜美ちゃん付き合うまでは長かったでしょ、知り合い。そうそう、知り合いから友達になって、飲み友達だった。からの？どうやって飲み友達は どのくらいだったかな。2年くらいかな。あ、結構長くない？2人でスノボに行って、私が熱を向こうで出して、具合悪くなって、優しくそうだそうだそうだ、嫌な顔一つしなかったんでしょ。そう、っていうか、なんていうの、強がりだからさ、そういう時はいいよ、強がり、ちょっといいよ、一人楽しんできてっていうタイプなんだけど、まあ友達歴が長かったから、ちょっと頼ってしまったら、コロッと行っちまった。はい。ってことは告白は？ちょっと私から。そうなんだ。いいよ私は。あっちで今日寒いはずなのに。あっちで。で、黙って。あ、すいません。ポリちゃん向こうからでしょ？あ、そう、なんか車でうちまで送ってもらって、普通に。なんか飲んでねえわ、飲んでねえ。飲酒ってなっちゃうから。それ1回目だ。何したんだっけ？イルミネーション見に行ったんだ。で、普通にそのまま帰ったから何もないな、手もつながないし、この人変な人とか思ってたら、え、待って、付き合う前にさ、え、変な人じゃないよね。何が変な人？あなた本当に、あなた、え、付き合う前でしょ。付き合う前に手つながないの変なの。うん、これですよ皆さん、モテる女は違うっていうことですよ。ちょっとこうなんかおうういっ、その技うちら知らなかったもんね。知らないそこをやるのがコリのこのね、恋愛の教科書にはあるわけでしょ。2回目やってすごいよね、駆け引きするからすごいね、しないもんね。確かにしないだもんね。確かにしないね、そう、駆け引き しててやりそうで、やりない、やりそうで、やるみたいなスキャッションだけど、彼には一切しなかった。だからじゃない、ね、だからこそ。そういうことか。まあ、見た目も良くてね。本当ですか、ありがとうございます。高青年。ありがとうございます。高青年っていう。うちも高青年。あ、男は高青年じゃない。高青年。でね、ちょっと言わせてた。何？私が酔っ払って告白をしたのよ。うん。そしたら、なしって言われて。なんで？ NG みたいな。なんで？酔っ払ってるから。なるほど。で、なるほどね。じゃあちょっと週末会おうよって言って土曜日に約束しました、そしたら金曜日の仕事終わりにうちの地元に来てくれちゃってて、で、ちゃんと告白されました、向こうから。あ、そうなんだ。なるほどね。熱い。自分で目線やっちゃった。結婚できない側だったからさ、その側の友達とかにさ、どうしたらいいのとかって言われるんだけど、何も変わってないの多分。むしろ自分よりもそのみんなの方が絶対奥さんに向いてるって思うのね。で、何が違うのって言ったら、多分男の趣味だと思う。なんかちょっとエッジの効いた人好きとかいう人多くない？
ちょっと危険な香りのする人好きみたいな。なんかいないそういう人友達に絶対。えいない。あ、嘘。本人は絶対にもうなんか超いいお嫁さんになりそうなのに、なんか危険な香りのするなんか 3B と言われるような人たちに、うん、惹かれる。バンドマン、バーテンダー、ベーシストみたいな。ベーシストとバンドマン、バンドマン一緒。美容師。そうだ。あ、美容師も人によるけどね。よね。なんかこうさ、まめでモテて、でなんかこうちょっと不安定な関係に燃える、恋がしたいみたいなになると多分結婚しできないっていうか、しないんじゃないと思うんだけどね。なるほど。異性の問題、出会う人の問題ってただそれだけだと思う。なるほど。本人に何もない。なるほど。結婚できない理由なんて、この人結婚しそうだなっていう人がしてなかったりしない？ん、女の子で、うん、え、その基準は何？うんうんうん、みんなの面倒をよく見てくれるとかさ、みんなご飯食べてる時にこれ食べとかやってくれるとか。あ、私そのタイプの女の子見ると逆に結婚できなさそうと思っちゃう。あ、逆に？あ、そうなんだ、うん、人に気使ってばっかで自分の幸せ求めてますかみたいになっちゃう。え、若干ね、大丈夫？あ、全然ないよ。あの、取り分けしないから、あの、あ、一番最初早いよね、うん、おしぼり。あとが早い、自分が使いたいから。そういうことね。そう、分かってきた。何が自分中？はーいって。いや、私の周りは、なんかいい女の子に対していい男がいない。あ、なるほどね。結構、うん、彼氏もいない子も多いかも。あ、そうなんだ、うん、もったいないね。なんか同世代のいい男の人ってすごい遊んでいるか、うんうんうん、か、なんかもうちょっと、ちっちゃい子だって、もうちょっと幼い子年下のなんかそういうテクニックがある子に取られてっちゃう。あ、なるほど。純粋な男の人ほどそういうのに何べくじゃない。いい男の人ってあんまりいないよね。なんかね、何がいい男なのかもちょっとって感じだけど、うん、でもさ、ゆうこはさ、理想高いのに理想像に会えたよね。確かに。嘘、本当に。確かにいないよと思ってたけど。確かにいたね。アリちゃんは、うん、あの分身が旦那だからね。めっちゃ似てる。めっちゃ似てる。しかもなんか探してる時には会えなかった。あ、そうだよね、うん、じゃない。確かに確かに。なんかいいわって思ってる時みんな笑っちゃったよ。そうだ、笑っちゃった。私にさ、言ったの過去思い出してる。めっちゃなんかびっくりするようなの私探してたじゃん、いろいろ。だってほら、うん、3人のラインでほら、うん、アビちゃん紹介の音いっぱいさ、いっぱいいたじゃん。ほら、ウニが生きてるみたいなやつなんだっけ。新鮮だ。新鮮だ。なんかあれね、ね、うまい。これ美味しいの、このルルクッキー、うん、超美味しい。美味しいよね、うん、ちょっと今お腹いっぱい出た、うん、さっき食べてばっかりやもんね、うん、また食ってんの。ダイエットは11月からします。もうなんかさ、うん、2人がさ出てるやつとかたまに見るんだけど、うん、なんかそういう恋愛の話忘れちゃいすぎてさ、うん、自分だったらどうかな。そう、どうだっけって思っちゃう。でも今、二人がこの状況になって、私も今日何を喋っていいかが分かんない。あ、でもよくあるよね。結婚してない時は仲良かったけど、うん、結婚したら仲良くなくなるグループない？世の中的にはね。世の中的にはあると思う。でさ、それってさ、多分、なんか、その空気感とかさ、喋ることのズレとかがあるからなのかなと思った。あ、確かにね、まあ、ここはさ、昔の共通の思い出もあるし、うんうん、最近の話もよくするからね。そうそうそう。え、なんかさ、そうなの、だから結婚できないよねっていうので集まった人たち、 あれって話す内容がさ、多分それだけだったからなんだろうなと思った。じゃあ今日何話そうかな。今日はね、質問タイムすればいい、うん、調子よ。たまみちゃんの、そうそうそう。え、でもさ、結婚しようがしまいがやっぱりさ、理想の男性像とかまだあるじゃん。まだある。ね、ない。こうが良かったなとかない。ないないない。うん、うん、え、もう今の彼、うん、彼旦那ってよかったな。すごいですの。いや、逆に違うんですか。そうだよ。え、なんかさ、だって芸能人を好きとさ、彼を好きって違う気持ちじゃない？キンプリ可愛いみたいな。あ、そうそう、そういう理想。でも芸能人は最近ないな。うん、キンプリちゃんだけ。ライブ行ったわ。若い子かわいい。若い子はかわいいよ。いい、でもさ、いいですよ。結婚したらどこでキュンキュンはいるの？え、アジアイランドとか。何？アジアイランドって言い込んでる。思った。思った。アジア。足が速い。あ、あ、足が速い、ね。最近地域の運動会があって、大人が結構頑張る、本気で頑張る運動会なんだけど、
100m 走がね、ぶっちぎりで速かった見たよ、動画、うん、ちゃんと送られてきたよ、ね、昨日も30回ぐらい見た、かっこいいなって思ったの、旦那大好きじゃん、よくないそれ、え、それいいね、 でね、あ、結婚したいな、この人とって思って、うん、結婚したいって言ったら、してるよって言われて、何それあった、キュン、あの、追いつかない、キュンが、なんか追いつかない気持ち悪いです、私、そんな全然気持ち悪くない、純粋なのって、めっちゃいいよ、だってコリは、ね、うん、今、質問が出たっていう時点で何かを最近キュンしてないよ、うん、いやいや、しとけよえ、なんか好きなのが当たり前みたいな、なんかもうずっとみたいな、なんかもないのか、刺激がない、不安もあるけどね、もしかしたら他にもなんか彼のことを好きな人がいるんじゃないかみたいな、え、勝手に好きにさせておけばいいじゃん、うん、そうだよ、自信持って、あなたが一番には変わりないから、本当かな、本当かな、うん、そうだね、じゃなきゃそんな花束渡して、あ、指輪ばっかりやんないよわざわざ船で一周散歩しないから、なんか彼はもう言ってくれるんだけど、お前さみたいな、そんな信用ないみたいな言ってくれるんだけど、え、それ好きになると心配な、さ、そんなにさ愛情表現してんのにさ、不安不安って言ってたらムカついてこない確かにねでもなんかどうしたのって感じでいつも、はいはいって、寂しがり屋なんだね、これなんかあんまり結婚変わんなかった思ったより、なるほどね、うん、でももっと私だったらもう、うん、結婚イエーイってなるのに結構割と冷静だからさうん、そうだね、なんなかった、何もう一回質問する聞いてた、リスンとミーリスンとミーリスンとミーリスンとマーハーリスンとミ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 ープロポーズされたらさ、うん、私婚約したの、うん、みたいな、うん、もうはっちゃけない、だって、うん、同僚の LINE があったの、うん、同僚っていうか先輩もいる、うん、仲良し4人の LINE に、うん、この写真間違って送っちゃったんだよね、直後に、え、どういうこと、どういうこと、それも超恥ずかしくて、うん、ちょっとちゃんとしようって思った、そこに初めて言うべきじゃなかった、そう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 、もう超タイムリーよ、あ、なるほどね、とかに送ってんの違うところに送ろうとしたの？いや、違う、あの、写真を見ようと思ったら送っちゃったって、そんなさ、うん、なんかおじさんみたいなことをしたの私だいぶ嬉しかったんだろうね、そう、あ、そんなね、なるほどね、そう、私ね、婚約、なんかプロポーズされて、その日もなんか超脳内お花畑をもう大好き大好きみたいな感じで、もう超幸せってなったんだけど、それをみんなに結婚しますっていうのはちょっと一旦待とうと思う、だからさ3人の LINE とかにはしたじゃんと、あと仲いい友達、うん、何人かのグループにはしたんだけど、これではしゃいじゃいけないんじゃないかとかちょっと思って、本当？そうそうそう、で受け入れてくれそうな子にだけ送ってる感じで、大人になってしまったんだ、ね、大人になってしまったよね、なんかそれもちょっと気使っちゃったかも、いろんな立場の人がいる、ね、人がいるから、だからある程度もう会社にも言って、なんとなくお互いの親にもあっての後にみんなに言った感じ、なるほど、あの SNS、 あ、私インスタグラムで婚約しましたみたいなことやらせていただきましたけど、それもそう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 、なんか一応夢だしなと思って、なんかやりたいと思ってたから、うん、婚約したって、ね、そうそうそうって思ったから、うん、やろうと思って、そこはちょっと自己中だけどやろうと思ってやっちゃった、投稿は自由だから、そうだよね、いやでもなんか若い時はわー結婚ってなってたけどさ、なんかこの年になるとさ、こうそれを喜べない人たちを見てきちゃったから余計、うんうん、考えることもあるある、ね、そう、喜べない人まっただよみたいなのなんか出た出たみたいな、こういうのつぶやいちゃうタイプなんだよねとかさ言ってる人を見ちゃってたから、そんな人いる、いる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 よ、いるいるいる、確か、まあ直接そんな仲良くない人たちだけど、当事者になるといろいろ考えなきゃいけないんだけど、なんかさ結婚しましたってあげない人とか結構いて、うん、え、なんでとか思ってたの、こっちからすると、もっとみんなにアピールすればいいじゃん、なんかお祝い事なんだからと思ってたけど、そうでもないかもしれないって思ったりとかする、SNS 時代だからこそ、あとさ、うん、あれじゃない、オープンしてるじゃん、ああそうね、うん、鍵結構かけたりもしてんだけどねそうなの、鍵付きだったらなおさら言いやすいところはあるけど、うん、うん、私はそう、あ、そうだもんね、うん、あんまりもう誰が見るかとか分かってるしね、うんうんうん、確かに ね、それはそうかも、
確かに、だって今目に映ったやつでさ、この間ストーカーがいたわけじゃん、うん、え、どういうこと？ SNS の投稿で、うん、その子の瞳に映った情報で、うん、家を特定したみたいな。え、やばい。いや、その能力他に使えよっていう話がいる。いや、だから、うん、本当に SNS は怖いんだ。怖いんだ。怖いんですよ。そうなんだよね。だからなんかすごい楽しい嬉しいの一方でいろいろ考えることはある。はい、そう、そうでございます。そうなんだよ。楽しく使える分には SNS ね、そうだね、いいけどね。ダマちゃんそうだね。なんかなるほど。何理想のプロポーズとか語ればいいですか？語って語って。そうそうだよ。だってリアルにさ、何が欲しいとかさ。指輪はいらないんですよ。あ、いらないんだ。結婚指輪でどうし、指輪買うじゃないですか、うんうんうん、皆様で、あるならば婚約指輪じゃなくて、うん、婚約の別がいいですね。あ、婚約のものは指輪じゃないやつがいい。じゃないやつがいい。なるほどね。何がいいんだろうな。でもお花も欲しくない？お花あったら嬉しいですね。そうだよね、うん、リアルにさ、どんなプロポーズがいいとかっていうのもあったけど、実際どこで顔合わせするとか、どんどんなんかウェディングドレス着るとか、そういうのもなんかやっと気になってきた。なんかでもそれを聞いてくと、うん、はい、どうぞ。ドレス選ぶじゃないですか、うん、多分8割嫌い、ドレスが。あ、みそう、あ、私8割嫌いだったから。え、どこ9割嫌いじゃん、私。でもあれよ、ミスコンに出た時に、うん、私シュッとしたやつ。あ、そうだそうだ。一人だけさ、なんか一人だけなんかシュッとしてカーテンで作ったマジで癖のないシンプルなやつで、うんうん、みんなね、プリンセスでバレたファ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 みたいなやつでしょ。そうだったのに、私だけストーンで。でも私は、うん、あ、これ一番可愛いじゃんって思っちゃったくらい、うんうん、一旦モメン系でね。言い方よ。しかも結婚式は私ボブにしちゃいたいので。あ、途中でじゃなくて、うん、最初から金髪ボブくらいの勢いを。せっかくの途中でやる編集すればいいじゃん。あ、お色ナースね、うん、きょうちゃん来てね。きょうちゃん呼んで、うん、ほんとさ、お母さんとか来て。いや、やってませんか。思い出思い出。え、それ楽しそう。でも式はやりたくないの。え、なんで？え、なんで？なんで？なんで？自分が行き過ぎてるって、もう、うん、なんか何度もこの、あー、あ、そういうこと、流れを分かっちゃってる。確かにね。あ、でも確かに私も普通のやつはしたくないかも。やっぱ海外がいい。まあ、うん、コリはね、うん、海外挙式したいと思っております。あ、でもおパーティーがしたいから。おパーティーおパーティーがしたい。あげたやつ、あげてくれたやつは履いとくけど、おパーティーがしたい。おパーティーおパーティーおみんなで、みんなで楽しいおパーティーがしたい。おパーティーがしたい。おつけんなって、そのなんか卑猥なんです。熱いね。おパーティーがしたいから。言いたいだけでしょ、絶対。でもなんか王道もいいよ。私王道だったけど、いや、あっちゃんの結婚式はすっげーよかった。よかった、面白かった、うん、楽しかった。なんか王道、それがテーマです。王道って言うけど、王道じゃないよ、あれ。こっちが気を使わなかったよ。だってね、あび、うん、ちゃんの旦那ジャニーズ系じゃ、うんうん、その名前が出た瞬間にさ、うちは用意しといてそうだ、ジャニーズのうちは出す結婚式なくない？いや、でもなんか気づかなかった。めっちゃ覚えてる。急に出たんだもん。しかも本人が自らさ、ね、打ち合わせなしだからいや違うのよ、あれは人なのよ、来てくれた人なのよ。人なのよ。いや、あなたのよ。みんなよ、人なのよ、うん、超ハッピーだったからね。だから私なんか親しい人だけ呼びたい。親しい人だけ。大きなあ、すいません。コリの行くの楽しみよね。ほんと？ドレスは絶対に彼には当日まで見せたくない。え、で、ファーストミートやりたい。なんか動画撮りたいの、そこ。で、どれだけ泣けるかっていうのを今からプレッシャーかけてるんだけど。やだわ。結構プレッシャーね。でも絶対選んでもらうのも面白い。いいかな。感想どうでもいいから、うんうん、いてもらって、なるほどね、彼女が選んでるっていう。そこを、なんかそこってなんかいい思い出な気がする。ああ、なるほどね。うちの思い出は、うん、こう着替えてんじゃん、試着の時に、ね、着替えてて、うん、開けた時に向こう、あ、ゲームを終わらせるのが間に合わなくて、あ、待って待って。おーみたいな感じだ。おーじゃねえよ、ぽいでしょ。ぽいでしょ。なんかちょうど真ん中じゃん、独身、A、あって言ってた、あとか言って。でまだ結婚してないからさ、中途半端な内定者、内定者、内定者ね。
で、ご制約、うん、なんかやっぱ違う、何と入籍してからのさ、2人と、あ、違う、違う、あとまた子供もいるわけじゃん。あ、そうだね。なんか、なんだろう、やっぱ結婚すると女の人の方が大変になるけど、うんうん、あ、仕事とかってこと、え、家事もさ、やっぱ結婚もあるじゃん。あ、まあね、そうだね、だけど当時より今の方が大変なはずだけど、私も成長してるから、うん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 、もう楽勝なことが増えた、なるほど、ね、お前はなんでやんないのみたいなのがあったけど、うんうん、今全然余裕だから、うん、あ、それ聞くとちょっと安心するかも、うん、そうだからやっぱイライラ時期もある、あけど自分も成長するから、あ、それに合っていくんだ、うん、相手もすごい成長したし、あ、そうなんだ、うん、あら、あ、ええ、婚約も何もしないけど同棲歴は長いから、うん、そうだよね、まあまあまあ、うん、なんだかんだ、まあまあまあ、なんだかんだ、まあまあ、なんだかんだまで、ねえ、ちょっとトイレ行ってきて何喋る、何喋ろっか、喋る、カメラで俺らが遊ぶ、こんにちは。今日はちょっと寒いのに半袖を着てきたばっかりにこれを着ていますが、今ちょっと暑いです。脱げば、脱ぐと寒いですわー、裏腹の気持ちいい何、なんか質問して私に、うん、これはいつ洗いましたか。もう昔、うん、3人で撮った時は男性、今日確認したんだけど男性 75% 女性 25% っていう話をしてたんですよ、うん、なんか動画を見てる人の比率、今女性が 90%、男性が 10%。 でもよく私 DM でどうやって転職したんですかとか、どうやったら転職のなんか勇気が出ますかとかいう人来るから、多分仕事でみんな悩んでるんだろうなと思う。転職の勇気、転職の必要があるから転職したって感じ。そうだね、うん、じゃあ私はまだそうはなってないから、今の会社がいいって思ってるってことだからいいことじゃない、うん、でも例えばステップアップしたいと思ってもさ、今まで築いてきたさ人脈とかあるわけじゃん、それがゼロスタートになるのは怖くない、うんうんうん、うん、全く怖くない、そう、イエス。なんかさ、その人脈を作った上にやりたいことがあるならいいけど、それ以外のことがやりたいっていう気持ちが上回っちゃったら多分怖くないのかもしれない。あとは多分職種だろうね、うん、職種によって怖さは、あ、まあね、全然違うと思うけど、産休明けとかも考えちゃうもん、そうね、うん、けどだからすごいビジネス書とか読んだ、復帰して働く意味とかなんかモチベーションとか、うん、本当に分からなくなっちゃって、なるほどね、前仕事好きでやってたけど、うん、その熱量に戻れない自分どうしようみたいなんで、いろんなの読んだ、働く、でもね、それ絶対そうだと思うんだよね。なんかさ、どの仕事もさ結局対人なわけじゃん、うん、誰かしらが喜ぶみたいなもの以外仕事にならない気がするんだよね、必要になるもの以外、うん、だから仕事って全部誰かしら喜ばせようっていうのの元でできてる気がするんだけど、だから未婚の時とか別に守るものとかがない時って、その他人の人たちに対して奉仕できる心があるから仕事に集中できた気がするの、この人を喜ばそうみたいな、うん、喜ぶの感情かわかんないけど人のためになるとか、そう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 、存在意義だよね、家にいるとさ、でも守るものがあるじゃん、だから今、まあね、喜ばせなきゃいけないというかさ、なんかその幸せしなきゃいけない人がいるってなると、なんかね、誰かの役に立ちたいって思ったらすごい、あ、子供はもちろんだけど、復帰してありがとうって言われた時のなんか嬉しさみたいなすごかったね、ここは変わんないから嬉しい、ね、猫ね、あんま変わんなくない幸せ感じる、やばい絶対ヤーマン、ヤーマンね、言葉遣いが若いよね、確かに、2人ともだよ、ダサいよ、ジョベリグ、いや古い、それ若いじゃなくて古いえ、自分の中でさ、これモテるって思うこと何、あこれやってきて100発前100中とは言わないけど、まあ、90% 以上打率3割超えのなんかこの合コンだったら最初になんとかくんみたいな人って絶対モテるよねとかかっこいいねとか言うの絶対だった、すごいね、すごいね、えー、言うのかった、この3人でさ合コン行っとけばいいね、ちょっとね、もうね絶対結
確かに。この間はなんかさ、絶対落とすクリーム持ってたじゃん、いい匂いが。あ、この匂いつけてくるから、あるあるある。あのバリのチトラっていうあのニンニクの匂いって感じ、ニンニクの匂いのする、あのすごいいい匂いなんだよね、ニンニクなんだけど、ニンニクから作られてるなんか なんか独特の匂いなんだけど、うんうん、それ百発百中だった。なるほど。うん、メモ。え、そのさ、早くモテるでしょ、かっこいいっていうのはさ、うん、思ってて言うの、思ってなくて言えるの、思ってなくても言う。え、なんかさ、それを彼が響かないポイントで言ったら響かないじゃん、うるせえってなるじゃん、うん、何こび言ってんのってなるから、ちゃんと言うポイントはあるよ。言うポイント、そう、どういうこと、こびっぽくならない感じ。なんか向こうがなんか仕事の話とかこう熱くちょっと語らせる、語る自信ありげな、そう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 っていうタイミングの時に、あーなるほどねって言って言う、なるほどねーなるほどね、何々くんしかできないもんねーって、うん、そこで言うの、本当尊敬する、え、めっちゃ好きになったわ今とかえ、本当に好きになったわ、めっちゃ好きになったわって言っちゃうんだ、言っちゃう、え、どうしようどうしようとか言っちゃう。でもなんかそういうのに引っかからないっていうか、嫌いな人はいるじゃん、もうそんな眼中ないから、私は引っかかる人だけしか見てないっていうのもあるよ。あ、私のことをいいとこれで思ってくれない人なんて別に私にとって必要ないと思ってたから、知ってた、だから絶対、なすごいよね、すごい、国際すごいしか言えないだから自分好きでも相手がだったら好きにならないしみたいな。え、自分好きでも、自分が彼のこと好きでも相手が私のことをそんなに思ってなかったらもう冷める。追われたい人、追われたいかも、私は追いたい人、ミーですね、本当一緒、追ってくれなくてもいいんだけど、好きという行為は示してほしい、そう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 、否定されたらもう、じゃあお疲れ様でした、お疲れ様でしたでもさ、男性なんてさ、うん、その好意を示すのが苦手な人の方が多いと思う、あ、多い多い多い、え、でも顔でわかるよ、私結構好きになるタイプさ、モテなさそうなメガネくんとかさ、意外とね、いたよね、そう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 、そういうのとかがよかったから、そういうのでちょっと、じゃああれだ、あの、あれだよ、あの、なんだっけティー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 、勝ちゲームを率先していくんでしょ、なんて言うんだっけ、勝ちゲーね、うんうん、そういうなんて言うんだっけ、あの、ねねね、勝ち戦、勝ち戦よっアイドル見た、見ただからそれだからそれだからね、それ勝ち戦、勝ち勝ちってことでよろしいですか、あ、そうです、そうです、なるほど、うん、負けるって思ったらいかないの、うん、いかない、ウージーやよ、これウージーだよ、女版ウージーだ、女版だ、だってわざわざ負ける人好きならない、でもさ、それモテる人が言えることだよ ね、まあ、ね、え、違うよ絶対、ニーズだ、ニーズ、選べるってこと、選べるってこと、いや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 、なんか自分がハマるさゾーンとさ、ハマらないゾーンがあるから、負け戦でも好きだったら絶対行っちゃう、ほんと、付き合っ、行かない、え、私そういうのがもうあんまり思い出せなくて、あ、あんまりさ、あ、私って思ったら向こうもね、好きでしょそうだよね、確かに、うん、だからフィール、駆け引きもない、うんうん、なんかすごいスピードで付き合うイメージが、うん、本当のモテ女じゃん、うん、それこそ、だって自分の好きな人にすぐ好きって思われるってよくない、あ、でもさ、関わってきたからだ、気づいちゃった、なんかさ、一目惚れってあんまないでしょ、一目惚れないよ、それ強くない、うん、うん、関わった上で好きって思うってことでしょ、そうそうそう、一目惚れが多い、私一目惚れ多い、あ、うん、グループ、うん、少人数2人っていうのが多いな、うん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 、あの、なるほど、で、そこのうちにだんだん好きってなってって、で、それと、あ、同じ相手が好き、その人が好き狙うじゃないの、うんうんうん、え、私全部友達からかも、そう、全部かよくわかんないけど、うん、え、お友達ですってなっちゃうから、もう友達の中でもありな、友達わかる、あ、そう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 、そうだ、言ってた、そうそう、わかるわかる、それはそうかも、友達じゃないところからってことはもうそれ、うん、もう出会い目的で出会って、あ、そう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 、もう紹介、なんか初めまして、いつ会っちゃいそう、え、なんかさ、いつあるっていうか、その人の前だと本当にそうなっちゃう、最初天性のあれえ、なっちゃうの、なんか自然に出せなくなっちゃう、演技してるって感じはないかも、うーん、
魔性だわ。魔性、魔性、魔性、はい、いやなんかさ、顔面が伴ってないかな、あの、何言うわ。顔面レベルが低ければ低いほど努力すんのよ、そのテクニックみたいな。どうやって自信があっての上だよね、うん、どうやって手に入れようみたいな。なんかさ、だからすっげえマジい大根があるとするじゃん。すっげえマジい大根をさ、せめてマジなんかよくわかんないけど、やたらなんかタレとかも最終的にはチリソースとかかけてうまくしちゃうみたいな。全然わかんない、全然わかんない。だから素材のまま食べたらまずいんだけど、調味料かけてよくわかんないの素材の味とか感じさせないようにしてうまいなって思わせるみたいなのがコリ。うん、なんそうそうそう。ブスほど恋愛テクニックは磨かれますから。モテようって思ったことがね、多分ないよ、うん、あるけどさ小中学生がピークよ、私モテよう。中学生ピークだった。あ、違う違う、高校生じゃない。いや、高校モテないよね。まあ、うちらの高校は、うん、あの本当に純粋なあのね、そう、ゾーンがあるわけです。そう、ゾーン、ゾーンがあって、そっちがモテるのが、うるさいのはモテなかったね。うるさいのモテないね、目立つのもモテない、うん、っていうのはあったけど。大学も、大学私ここでバイトばっかしてたし、私もここでバイトばっかしてたし、私はいろいろやってたし。え、でもあなた方なんか夏休みにここでなんかすごい稼いでなかった？毎日入ってたんだよね。私いろんなバイトやってたから。あ、そこと私はめっちゃ稼いでた。ここにずっといたのね。ここも入ってたけどね。ここはもう俺らの青春の地だからね、うん、小中も私、小中だって小中にそんな目覚めがなかった。だからずっと目覚めがないのよ、あの、なんだ、モテたい欲の。あ、そうなんだ。モテたいじゃないの、自分が楽しい自分でいい。あー、モテたいってなんだ。チヤホヤされたい。チヤホヤされたい。普通にチヤホヤされたところでって思っちゃうから。なるほどね。一人いればいいもんね。うん、なんか、むしろチヤホヤしてされてる子に私もチャチャ入れて、うん、の方が楽しい。あ、なるほどね。どっか、どっかちょっと、うん、なんか穴を見つけるみたいな、この炎みたいなので楽しんでる。ちょっとそっち系だったから。チヤホヤモテるかわかんないな。私中学校は超チヤホヤされたかった。されたかった、されたかったし、されてたと思う。みんな部活じゃないの、中学校とか部活じゃないの。部活やってた、フルートやってたの。それもモテたくて、うん、高校のピークが一番なんか地位を得たいって思って。なんでそれ。そう、あの生徒会長だった。あ、そうそうそう、生徒会長になったのも自分の県、なんか長野県で一番でかい高校の生徒会長みたいな、それが言いたかっただけ。それで大学入れるべきやみたいな。賢く生きて、ね、大学入ってからの全部そういうのなくなったから、なんか満たされたから、それでもう。あ、でも20代からそのいろいろテクニックを使い出したわけでしょ。あ、そう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 、そう。え、なんかそれをテクニックだと分かったのがそれくらいって感じ。うーん、自然のやつだ。そうそうそう、で、それの師匠みたいな、なんか私がそういうなんか師匠みたいな。いるの？ユーゴよりすげーのがいいの？いるの？で、私その子の書道っていうのがめっちゃ、これもう完璧に可愛いなっていうか、なんかモテるなと思ってて、すんごい可愛い子じゃないんだけど、で、すっごいモテてたのね、男の人に。で、あ、こういうのってこう自然にやってるんだけど、その子はこういうのって男の人がこういう風になんかこうテクニックじゃないけどなんかいいと思うんだなって思って。だからその時もさ、まだ高校1年とかだから、まださモテたいがちょっとある時だから、そこですっげえ師匠みたいなやつに学んで、その子の動きとか喋ってる感じとか、どうやって感情表現するんだとかめっちゃ見て。へー、コリがその所作を真似してる時に、私はアユの所作をいろいろ真似してたから。タメとか笑う時絶対こうやるし。へー、そうだ、そういうのばっか。キムタクとかも見ちゃうしね。バロじゃない、バロコナン君とその子に会ってもらいたいわ、本当に。めっちゃ突っ込んじゃいそう、私。なんか、ウキャーとかじゃないの、なんかね、すっごいブリッコとかじゃないの、なんすんだろう。岩間めぐみみたいな。バチェラーで言うと、バチェラーで言うと、なんかさ、例えばだけどさ、家庭科の授業とかでさ、パスタとか作るじゃん、うん、で、それでみんな普通にさ、なんか普通にまあまあ美味しいなとか言いながら食べるじゃん。でもさ、それを口にする女の子ってあんまりいなくない？なんか、あ、美味しい美味しいくらいじゃない？え、家庭科の授業で何作ったかが覚えてない。ムニエル。
すげえじゃん。その子そんな作ってなかったのその時、うん、で男の子とかみんなが作ってくれるの見ててなんかこうやってわーってやっててご飯食べてでみんなその時は美味しい美味しいって言うんだけどその後もそのなんか作ってくれた男の子の前であのパスタ美味しかったなーとか言うの。へえ。小学生高校生高校生可愛いじゃん自分がさちょっと頑張って作ったものをさずっとそうやってさあざといのが自然と出るからそう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 。それをでも真似しようとしたコリーがすごい。かわいいと思って。見たあれみたいになるよね。なる。いやだってそっちの方が絶対いいと思って。かわいい。私うるせえと思ったから、ね。分かったよもう。次楽しいことしようぜみたいな。かわいいと思ってそんな風に言えるんだ。この人は、うん、こっち指差しちゃった。この方はパソコンの授業でね。うん具合が悪くてね、みんなから膝掛け回収してね、うん、床にお布団敷いてこうやって寝てたの。寝たっけ寝てたよ全然覚えてない。どういうことなん寝てたっけそれ、あざとさとかなかった。あー、なるほどね。で、お寿司のタイピングめっちゃ頑張ってる。はい、やめて。女の子から見たあいつあざてっていう女の子でも男性から見たら自然な可愛さだったりしない？あー、するするするっていうことを知ったのその時。するするするそう、これ見せてかなきゃ伝わんないんだな。そこで気づいたの。そう、気づいたの。はい、それではご視聴ありがとうございました。せーの、バイバーイ。